リノイ州ノックス軍、ゲールズバーグ出身の元プロ野球選手、宇ト右内。MLB ドラフトでは、高校時代から数えて、計算度指名され、1973年1月の2次ドラフトにて1巡目で、テキサスレンジャーズから指名され、プロ入り。翌1974年4月4日、シーズン開幕戦で、メジャーデビュー。この年は132試合に出場して打率。 247、三本類だ。36打点を記録し、オールスターにも選ばれた。新人王投票では4位に入った。1975年には101補殺を記録したが、アメリカンリーグの保守が100補殺以上を記録したのは、第二次世界大戦後発のことであった。1976年からは6年連続で、ゴールドグラブ賞を受賞している。1980年には、 キャリアハイの打率、273、10本類打、36打点を記録した。その後、ミルウォーキーブルワーズを経て、カンザス式ロイヤルズ移籍した1985年には、経験を活かして若いロイヤルズ投手陣を巧みに、リードし、ロイヤルズは、アリーグ最高のチーム防御率を記録した。自身初のプレーオフとなった、トロントブルージーズとのリーグチャンピオンシップでは打率。 167ながら6打点を挙げた。続く、セントルイスカージナルスとのワールドシリーズでは、第6戦に、サヨナラのホームを打れるポーターのタッチをかいくぐって、奪い取り、チームの世界一に大きく貢献した。その後は1987年にシカゴカブスへ、トレード移籍さらに1988年途中には、フルスのレンジャーズに復帰し、1989年に、 現役を引退した。引退後は、レンジャーズのフロント入りした。2003年には、レンジャーズの球団殿堂入りを果たしている。ありがとうございます。